ってところね。あの義乳とかいう変な子たちも大した戦力じゃないって言ってたし、ま、仕方ないか。覗き見なんて悪趣味よ。さっさと出てきたら。やはり気づいていたか。当然だから私のおやつタイムを見せてあげたんじゃない。あなたはこれからこうなるのよって。私って優しいでしょ。この私がそう簡単に貴様の餌になるとでも。その様子だとそれ相応の数を食べたということか。つくづく悪趣味な女だ。あなたはナッパって子より美味しそうよね。どんなお菓子にしようかしら。何？一瞬で型をつけさせてもらうわ。短時間でここまで。あの時は半分も力を出してなかったの。せっかくだし真面目にやろうと思って。そういうわけだから、いただきます。
たからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で発生しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。
セルも同じ人造人間だ。二頭も白い。俺たちをおびき出そうという魂胆か。あ、そうみてえだな。まさか私たちをおびき出してみんな食べちゃうつもりじゃ。多分そういうことだと思います。ふざけたやつだぜ。だが俺にとっては都合がいい。あてもなく探すのも大変だからな。居場所さえ分かればこっちもんだ。よし、行ってみっか。
戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなう奴などいるものか。できるように場所変えねえか。悟空、地球へのダメージを考えたか。悠長なやつめ。それもあるんだけどよ、俺らが余計な心配しねえで戦えてんだ。地球以外の場所に移動するということか。一体どこに。というわけで、ここで戦わせてくんねえか。はん、また面倒ごとを持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、21号はここまで来るんでしょうか。あいつは絶対来る。多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらそん時は作戦立てようぜ。ところで、なんでビルス様たちもここにいるんだ。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよ。それよりあんまり気を抜くのは感心しないぞ。え、
これだけ荒らしたもんじゃ。わりわり、じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし、21号とは一体何者だったのでしょうね。16号さんが助けようとした人のことは結局わからずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関